ございます。今日は、第2部の朝でございます。はい、素晴らしい自然にね、囲まれてね、すごいね、山あいは雲が低いということでね、すごい雲がね低くてね、びっくりな感じなんですけども、はい、ここからある、温泉に行ってみようと思います。2日目スタート。こちら山梨にありますほったらかし温泉にやってまいりました。イエーイ。ということで、こちらのね温泉はね日の出のタイミングからオープンいたしまして、実は日の出が結構メインだったりして、夜は10時まで開いていて夜景がメインなんですが、今日は、昼間から晴れるということで、今ね、バッチリ晴れてまいりました。これで富士山が、ね見えるんじゃないかと、期待しておりますけども、そんな感じでね、こうね、ブラ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 、この辺探索してみようと思ってます。イエーイ。はい、やってまいりました。ほったらかし温泉でございます。こちら入り口の方からゆっくり入っていく形で、探索してみようかなと思い、進んでおります。僕はね、何年間か前にね、こちらの方は何度か訪れてるんですけども、ちょっとずつですね、設備も整い、いろんなお店、このワインにね売ってるお店なんか前はなかったですからね、入り口の方も充実してまして、ちょっとした変化があるかなと。こちらの方はですね、あの野球選手のイチロー選手もね昔御用達だったということで、とても、名が知れてる温泉なんですね、実際はね。そしてこの亀の像なんかも健在ですね、昔からずっとここにあるような形で、休憩所なんかはね、やはり対策によって、ちょっと入れない状況だったんですけどね、そちらの方で仮眠も取れたんですね、昔はね。いつかまたオープンしてほしいなと思います。はい、こちらあっちの湯とこっちの湯、こちらは時間帯によって、どちらかがオープンするという、今日は、あれですね、両方ともオープンしてたんで珍しいかなと思いました。はい、こちら素晴らしい空でございます。こちらのね名物のやはり、この景色じゃないでしょうかね。ああいう第三なんていうんですか、有名な景色、そちらの方にもねノミネートされたというね、こちらほったらかし温泉からのこの景色でしょうか。とても素晴らしい景色でございますね。本当だったら右手の方にですね、あの雲の隙間から、マウント富士が見えるのですが、今回はちょっと山の上にね分厚い雲が、素晴らしくかかってますので、ちょっと見えないのが残念でした。そしてこちらね、ほったらかし温泉の入り口ですね。今回あっちの湯で、温泉に入ったんですけども、こちらの門構えにですね、普通に天然で、ぶどうがなってまして、なかなかの山梨のこの演出だなと思いましたね。山梨に来たらやはりぶどうじゃないでしょうかということで、はい。まあとりあえずですね、温泉を堪能して遊んでこようと思います。こちら大人800円でございます。子供はねちょっと安くなっておりますね。こちらあっちの湯行ってみましょう。はい、皆さん、たった今、温泉ですね入ってまいりました。絶景でございましたね。富士山はねあいにくこの雲でね、見えなかったんですけども、ここは絶景なので、皆さんにおすすめしたいです。勝沼インターから、車でお越しの方は勝沼インターからだったら多分、30分圏内でここにたどり着くかなと思います。で、電車でお越しの方は山梨市駅からタクシーで10分ぐらいのところです。はい、タクシーで行っても、まあ、レンタカー借りるぐらいだったらタクシーでポモンと行ってしまって往復駅まで行くような感じがいいかなと思います。で、この後
この後はまあ私も帰るんですけども、おすすめとしては、甲府は山梨市の次の駅なので、で甲府の駅で、ね、ほうとうなんか食べてみてはいかがでしょうかっていうことですね。電車とかバスでね、気軽にね、来れるんで、はい。ぜひ、おすすめなスポット、ほったらかし温泉、山梨市駅付近っていうことですね。で、下にはフルーツ公園とかあるので、なんだろう、直送の、あ、直送っていうか、ね、そう、産地で売ってるやつ。ね、ぶどうとか、いっぱいね、今のさっきタクシーで上がってきたところぐらいのところで売ってるんで、車のお越しの方はね、ちょいちょい買いながら楽しみながら、ショッピングしながら、帰れるかなと思ってます。はいはい、皆さん、こちら、ほったらかし温泉名物のですね、伝説のカレーというね、気まぐれ屋さんの、カレーをですねゲットいたしました。こちらね、気まぐれ屋さんはね、日の出はね、朝食が出る感じですね。とても美味しい朝食が出るんですけども、お昼過ぎになるとこのようにカレー屋になり、伝説のカレー、こちら辛口でございますね。で、僕が食べたのは、カレーの豚ですね。豚で、何ですかね、ルー、カレーのルーを2倍というね、技を使って、ルーたっぷりのカレーを、作り上げてみましたということですね。こちらのカレーはね、本当に人気があって、この両方乗せっていうのを行こうと思ったんですが、量がですね、やたら多いんですね。でもお味の方は、まあ抜群ということで、こちら本当にナイステイスト、カレーと豚のハーモニーやーっていうことですね。はい、皆さん、とても美味しいカレーをですね食べて、また場所移動をしようかなと思ってます。今度はね、甲府駅前ぐらいにちょっと行ってみようかなと思ってますんで、皆さん楽しみに、しててくださいということで、この素晴らしい景色、いいですか？ね、お風呂の中は撮影禁止だったんでね、ちょっと映せませんけども、こんなような景色がね、お風呂の中でも、映ってますんで、はい、ぜひね、ほったらかし温泉来てください。じゃあね。私、山梨市駅に、ほったらかし温泉から、到着しまして、この後中央本線で、甲府駅の方に行ってみようと思います。それでは行ってみよう。皆さん、甲府駅前でございます。僕は10年前にですね、甲府駅とかよく来てたんですけども、まるっきり変わってびっくり。こんなにいろいろね、街並みがね、近代化され、ちょっとびっくりしております。ちょっとこの街の風景をですね、ぶらぶら歩いてみようと思います。はーい、行ってきます。
府の街を、いろいろね、城下の街を、いろいろ探索してきました。お城のね、ことなどの説明を受けて、なるほどということがいっぱいありましたね。お殿様というのは、やはり、いろいろ自由で、ぎすっていたということがよくわかりました。全部を支配されていた。それは、今の世の中でも一緒じゃないでしょうか。そういうことでね、必ず貧富の差があって、役職の差があって、まさしく三角形だったのかなと、よく勉強をし、なんていうのかな、勉強になりました。はい。まあそういうことでね、こういうなんか歴史を探るのも結構面白いですね。でもその人たち、その人が言ってたのは、うん、江戸は平和でしたという真実を、語ってくださりました。まあそういうことでしょうね。はい。まあこれが、武田様のね、銅像の前でございますけども。とても二日間楽しい旅でした。これから帰って編集します。はい。編集して皆さんにお届けいたしますので、よろしくお願いします。バイバイ。